こんにちは。体のエイダ10万円勝負です。今日は2019年の6月2日です。現在のエイダコインの値段は 10.45 円になっています。昨日から 8% 上がってますね。はい、冷やしチャートを確認します。はい、3円からずっと上がってきて、1回10円をつけて下がって、もう1回10円をつけて下がって、もう1回つけて4回目ですね。4回目で 10.5 円まで来てます。はい、そろそろこの繰り返しも終わって上に向けていくんじゃないかなというふうに思いますが、どうでしょうか。はい、4時間足です。4時間足、そうですね、これが2回目トライ、3回目トライ、4回目トライ、ここのレジスタンスが非常に強いですね。ここで売りが入るですね。この辺で買った人が本当に何回も売りを出してるんじゃないでしょうかね。ただ買う人も多いので、だんだん下がらなくなってきて、最後は上に抜けていくという形でしょう。はい、綺麗なアセンディングトライアングルができております。週足をちょっと確認しますね。週足、はい、週足はこのように上がってきて、下がって、上がって、エリオット波動の第3波と、これを見ると、ガーンとこの後大きく上がっていくんじゃないでしょうか。はい、今日はですね、チャールさんのツイッターです。Hey, we have one of the best cryptocurrency movements in the world.Okay, then let's systematically burn it to the ground. Regulation by deregulation. ということで、国会で規制が強くなったこと、これ皮肉ってると思うんですけども、我々が、我々がというかですね、いい、世界中でいいクリプトカレンシーのムーブメントができてきたと。で、国会は、じゃあ、規制に規制を加えて、消滅させてしまおうというか、systematically burn into the ground。 burn into the ground がどれくらいのこの圧力をかけることを言っているのかちょっと分かりませんけども、とにかくこれ皮肉ってるんじゃないかと思いますね。はい、でこれの、中身が、コインポストにありましたので紹介します。改正資金決済法が成立、来年4月に施行、ビットコインなど仮想通貨に関する規制強化を盛り込んだ、改正資金決済法と金融商品取引法が参院本会議で可決、法が成立した。株式市場同様、相場操縦行為や風説ルフが明確に規制されるということですね。はい、4月から施行ですね。重要点、ここに書いてあります。国内取引所の利用者保護強化策、利用者保護という意味ではいいですよね。はい、ただ能力のある人にとっては、邪魔になるとは思いますけども、一般の人を守るという意味ではいいと思います。コールドウォレットで保管すること と、あと弁済原資の確保、これは取引所ですね。取引所が弁済原資、要は取引所がコインチェックの時みたいに盗まれたって言ってすぐ弁済できなかったですよね。はい、マントボックスもそうでした。はい、ということで、そういうところを利用者保護のために義務付けるということですね。で、ICO、無法地帯だった ICO も、規制すると。で、名前は暗号資産に変えると。これはちょっとハテナがつきますけど、どうなんでしょうかね。で、改正案のポイント、いろいろ書いてありますけど、イノベーションの観点を踏まえた上に仮想通貨取引所に弁算原資の確保を義務付けるなど国が監督するとの意思を明示した意義は大きいということですよね。暗号通貨はディセントラライズということで、中央集権でないというのが、売りですし、売りというか、そういうものですし、それを、メリットとしてみんな資金を投じてくるわけですけど、一方でこういう規制もないとダメですし、もともとインフラは中央集権とかで整備されてきているものですし、それなしでは暗号通貨の取引もできませんので、そこはうまくバランスを取っていかないといけないんじゃないかなというふうに思ってますね。はい、でこのような規制が、
ある程度できると、この藤巻さんの言ってた、言っている、税金ですよね、 150%、20% にするという話ですよね、はい。まあ、それも一歩近づいたことになるんじゃないかなと。規制は厳しくなったけども、税金は軽くなる方向の、まあ、下地というか、まず基本的なところが整備されたというところですよね。これをもとに、税金の話が進んでいくんじゃないかというふうに思います。はい、値段を確認します。はい、10.46 ですね。14,012.9×10.46。 はい、あ、大きいですね。46,574円の含み益です。はい、やりが 46.6% ということです。はい、このまま上がってくれるか、もう一回5回目のトライで突き抜けるか、はい、来週も楽しみです。はい、ご視聴いただきましてありがとうございます。失礼いたします。